皆さんこんにちは、ワンハンサムです。よろしくお願いします。お願いします。よいしょ。 YouTube にとって大事なものとは何だと思いますか？面白さ。おー、うん、毎日投稿。おお。待って、毎日投稿ってやってない。やってない、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 やってない。気まずいやん。バカ野郎。リアクションなわけですよ、やっぱ YouTube とかね、そのテレビとかで大事なものというのは、はい、本物のリアクションと嘘のリアクションぐらい、まあ見極めれるでしょう、言っても。あ、なるほど、なるほど。今回はですね、ババリア君にあの本当のリアクションと嘘のリアクションをやってきてもらったんで、みんなにはね、それをこちらの映像で見てもらって、 A が嘘、 B が本物みたいな感じで予想してもらって、あー、そういう感じね。もうみんなで勉強しようぜってことね。はい、早速第一問いっちゃおうか。じゃあ第一問いきたいと思います、うん、じゃあまずは A から。うん、 A からこちらです。男と男の勝負、ここは絶対負けねえな。ストレートか。いや、カーブか。何でもいいぜ、俺の直球を信じるのみ。レア君、すみませんね、行かせていただきます。後ろのカメラめっちゃ気になる。ボークとかね。あ、や、やべえ。あ、それを加味して、じゃあ次 B 行きますか。了解です。投げます。あ、や、やべえ。はい、え、え、え、あー、あー、はい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 、これは B だな。どれ、わかるわこんなん。じゃあ本当に当たったのが A だと思う人。はい。え、満場一致？うん、満場一致？うん、そんなリアクション違った。じゃあ B はおらんってこと、うん、じゃあ早速正解の映像どうぞ。あ、ね、や、やべえ。あー正解は A でした。あ、イエーイ。みんな、まあ1問目は大正解、おめでとうございます。ありがとうございます。さすがですわ、やっぱ経験踏んできて、うん、ありがとうございます。次はそんな甘くいきませんから。はいはいはい。じゃあ第2問目、早速もう行ってみたいと思います。はい、第2問目こちら。今から 50m 走、俺さ負けるのがマジで嫌いなんだよな、マジで。ああ、そうだ、俺口車と嘘がめっちゃうまいんだった。いや、すごい瞬きするやん。さっきのデッドボールで膝っていうのはこう正座を10分すれば治りますよって嘘の情報を伝えて正座させれば俺絶対負けねえじゃん。うるせえよ。だって分かんないよ。膝痛いっしょ。めっちゃ痛い。膝痛いっすよね。めっちゃ痛い。膝って、うん、正座10分したら、うん、ガチですぐ治るんですよ。マジ？なんか乳酸菌の勢いで乳酸菌が全部治すっていう。マジ？マジ？乳酸菌やね。正座したらいいっすよ。あれ正座して走ったらもう絶対勝てるんで。え、10分？ 10 分です。乳酸菌って釣る時のじゃないの？10分。バキバキ。よーい。スタート。これお前、ほんとに森ちゃんこのズボンってさ、うん、ここだけ漂白剤使った？違うわ、そういうやつや。そういうやつや。正座ってマジでない経験ない。世界中で僕だけだった。めっちゃ似合ってるやん。何この人なみたいな。まあそれなるよ、避けてくれて。いや、しっかり中枢かい。面白い。3、2、1。おーおーし、1について、これがいいですよ。よーい、ジャン。はい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 。じゃあ B、 じゃあ次 B お願いします。スキルティで、はい、よーい、はい、最初の茶番なくなった。ジャン。あー、あー、 あB がこちらでございます。え、僕わかんなかった。わからんわ、どっちにしよう。え、やっぱレア君は真面目だから素直だと思うんですよ。あー、でも、じゃあ予想の方いきますね。はい。 A が本当に正座をしてると思う人。じゃあ B が本当に正座をしてると思う人。はい。満場一致で B ということで。もう今まで全部言ったことが全てだと、うんうん、やっぱり迫真の演技ではないなっていうのが自分の正解だけ発表させていただきます。あ、よろしくお願いします。10分間正座して 50m 走したのは B でした。証拠映像こちらです。ドン。クールだなぁ、ちょっと忘れてたもん。立ち上がるあの動作。いやー、やったー、やったー。みんな2ポイントや。
じゃあもう早速あの3問目 A の映像から見ていただきたいと思います。はい、 A どうぞ。こちらです。んー、あ、美味しそう。んー、おった、クレイヤ君の昼飯を食べているぜ。なんて言っちゃってるやん。ここで俺がコーラをポン酢に変えていたずらしいちゃおう。いや、くだらない。これ普段の森ちゃんやん。なんでだよね。まあ、YouTube で使ったやつですね。うめぇ、コーラってうめぇよな。本当に舞台やってた。マジで。ちょっと志村けんさん並みに。そうやろ、コメディやからな。このポン酢をここにだーい。どこ見とんねん。もったいねぇ。時を止まれ。おー、すげえ、うまい。自分のタイム時を止める能力、時を止める能力。いや、噛むな。なんで噛んどんねん。これも変えてやるぜ。いい、しかも編集してんな、カットせえや、今のポン酢入りのボリ変えてしまったぜ。これでレイヤ君の反応が楽しみだ。時を戻る。ちょっとペコパさんなんやな。あ、ちょっと僕、離れますね。あ、オッケー。離れますね。ちょっと、すみません。また後で。取ってきます。はい、後で。ああ、炭酸が染みるぜ。これが A でございます。やば、このキャラ一番好き。そっちで来たからね。じゃあもう、早速もう次に、もう B の方行ってもらいたいと思います。早速、もう B お願いします。時を戻る。おー、もう。浮いてた。あー、炭酸が染みる。これです。いや、難しいでしょ。難しいでしょ。絶対キャストミスでしょ。じゃあいきますよ、はい、正解が A だと思う人。まあ、そりゃそうなるわな。なるわ。 B がポン酢を本当に飲んでると思う人。はい、はい、あ、じゃあオールポン酢。オールポン酢 B。 オールポン酢。正解は時を戻る。炭酸が染みる。 B でした。正解 B でした。